本日は眼科系ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。眼科系山頂まで6分50秒でございます。小豆島の最高峰宇品城は標高817メートルで、眼科系の東側に連なる三国町時代のお城の跡がございます。この鍵屋には直径5センチメートルにもなる大型神社、三掛けマイマイや日本財、また小豆島連合、伊勢原、長寿山君など、それぞれ同族に設置する線路候補でございます。という名前は、昔々王神天皇が小豆島へ狩りに起こしみたい。この山の紅葉の木々や岩壁に髪をかけてお登りになりましたところから、三掛け、三掛けという地名が生まれ、現在の文字が用いられるようになりましたのは明治時代からでございます。もう着いた。すごい。うん。まもなく終点山頂駅でございます。あ、本当だ。すごい。山頂駅は駅前に直営の食堂と島の名産を取り揃えました売店がございます。どうぞお気軽にご利用くださいませ。なお、ホーム侵入の際、職員との接触により多少のショックがありますが、ご心配はいりません。ご安心ください。また、お降りの際、少々揺れますので、お足元にご注意くださいませ。どうもありがとうございました。大変お待たせいたしました。本日は、ようこそお越しくださいまして、誠にありがとうございます。ただいまから、ロープウェイ瀬戸内海国立公園の中心地、小豆島で、また代表的名所となります三掛けを空中よりご案内申し上げます。
3000高層機となっておりまして、繁華街山頂より高低差317メートルの山岳エクスプレス、この間の所要時間45秒でございます。In Shodoshima, Kankake Gorge, Thank you.